Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。本日の動画では、あらがしという表現について意味を一緒に見ていきましょう。皆様もフランスの学校やフランスの職場、まあフランスの語学学校でもいいですけど、あらがしという表現を聞いたことはないでしょうか。このあらがしという表現は、まあ、フォーマルな場では使えないにしても、結構日常会話ではよく使われる表現なので、非常によく使います。ペギーも結構気に入っていて、まあ、1日1回とまでは言いませんけど、2日に1回ぐらいは使っている気がします。一緒に今回はその意味を見ていきましょう。あらがしというのは、まあ、急ぎでとか、ギリギリで何とかするみたいな意味で用いられる表現です。まあ、se débrouillerにちょっと近いかもしれないですけど、se débrouillerというのは、まあ自分の力で何とかする、何とか生き延びるという意味で、あらがしというのはどっちかというと、まあギリギリでもう切羽詰まっているけど、何とかする。この時間制限がめっちゃあるけど、何とかする。みたいな意味で使われます。まあ下品な言葉ではないと思いますね。なので、まあ、俗語っぽくはないと思うんですけど、あんまりフォーマルな場では使わない方がいいです。まあ、なんで使わない方がいいかというと、まあ、そもそも、この、あらがしという状況、結構ギリギリで何とかする。で、何とかするというのは、もう完璧に仕上げないで、とりあえず、ハリボテでもいいから、まあ、応急処置だけして、あらがし、何とかこう。なんとか片付けるみたいな感じなので、例えば仕事であらがしを使うと、そもそもお前仕事できないんじゃんみたいになってしまうので、まあ、フォーマルな場とかであんまり使わない方がいいんですけど、でも、コレーグ、職場の同僚間ではよく使っています。例えば、ギリギリで仕事を振られて、とりあえずなんとかするしかないから、まあ、je vais faire あらがしとか、いうこともできます。あとは、例えば、発表の際に、まあ、今、ペギーが動画を、例えば、こう、パワーポイントに作成していますけど、もうすでにできているので、誰も文句が言えない状況で、いやー、このパワーポイントは、ちょっとあらがしで作ったよ。ちょっと急いで作ってきたんだよね、みたいな感じで使えます。一緒に例文を見ていきましょう。ペギコ est parti au travail à l'arrache。ペギコ est parti au travail à l'arrache。これは、ペギコちゃんは急いで会社に出かけていったという意味になります。まあ、急いでだと、このあらがしのニュアンスが伝えきれないかもしれないですけど、もう本当にバタバタして、やばいやばい遅刻だ遅刻だってなって、もうほぼこう準備をしないままバタンってドア閉めてパパパパって走っていくようなイメージです。ペギコ est parti au travail à l'arrache。もう完全に、化粧とかもパパって済まして、もうしょうがない、もう髪とかしてる時間ないから、もうバスの中でやろうみたいな感じでバーって行くような時に、あらがしを使います。同じように、ペギーは préparé cette vidéo あらがし。これも、ペギーは急いでこの動画を準備しました。あらがしというのは、この急いで時間制限がめちゃくちゃあるという意味もありますけど、あとは、なんとか適当にこう作る、片付けるという意味も含まれます。この両方のニュアンスが入ります。なので、ペギーあ préparé cette vidéo à l'arrache というと、そもそも時間がなかった中で、急いで作った。あとは、そもそもこの動画の出来はあんまり良くない。なぜなら、まあ、その時間制限の中で作ったから、というあんまり良くないという意味も含まれます。On n'a plus le temps. On doit faire à l'arrache comme d'habitude. On n'a plus le temps というのは、もう時間がない。On doit faire à l'arrache comme d'habitude. これは、comme d'habitude はいつも通り。On doit faire à l'arrache とか、on doit tout faire à l'arrache。すべて適当に捌くしかない。時間がないから、もう適当になんとか捌くしかない。こういう時にも使います。それではこのあらがしをちゃんと記憶するためのとっておきの方法をお教えしましょう。あらがしというのは、まあ、日本語読みにすると、あらがし。
あ、らし、あらしになるので、まあ、嵐のようにって覚えてみるのがいいのかなと思います。もう嵐のように出かけてった。これは、切羽詰まった状況もわかりますし、もう完全にこう嵐のように、ブワーって荷物まとめて走っていく様子が想像できますよね。それと同じような意味です。荒橋というのはもう嵐のようにやった。で、この例えばパワーポイントも、もう嵐のように作ってきましたっていうと、もう相当急いでいたんだなと、多分イメージできると思います。嵐のように。そして嵐のように作ったものというのは、もう完璧にこう仕上げているわけではなく、細部までこう細かく仕上げられていなくても、もう適当にとりあえず、まあタイトルつけて文章を書いてというのが想像できるかなと思います。なので、荒橋という表現は、まあ嵐のようにと表現を覚えてみましょう。はい。それでは今回のまとめです。今回は、アラハシュというフランス語の表現について見てきました。アラハシュというのは、まあ、急ぎでとか、ギリギリで何とかするという意味になります。なので、この時間的なニュアンスと、あとは適当に何とかするという意味の二つが込められているのがアラハシュです。覚え方としては、嵐のようにと覚えておけばいいでしょう。お会いしましょう。